皆さんこんばんは。マックガイバーの小部屋へようこそ。はい、えー。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。夜のひとときご視聴いただき、楽しんでいただけましたら幸いです。えっとですね、まず、あの、えー、前回の,あの動画でですね、えー、チャンネル登録者様がですね、えー、1100名を様ですかね、を超えていただきましたということで、 ご紹介させていたただきましたで、まあ、その後もですね、あの本当にトントンとまたあの登録してくださいまして、まあ、1130名様になってたかと思います。えー、ありがとうございます。あのここからまたね、えー、コツコツ続けてまい、えー、りたいと思いますので、どうかよろしくお願いします、えー。本チャンネルはですね、映画と特撮をメインとしまして、他のジャンルなどを商品や関連グッズなどを通して、 紹介していくチャンネルです。当初より編集なしの一発収録で配信しております。理由は、瞬発的な説明力の向上という目的があるためです。そのため、お見苦しい点やお聞き苦しい点などあるかもしれませんが、どうかご容赦ください。配信は毎日行っております。現在はですね、夜の8時50分ですね、20時50分から行っております。はい。 チャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。またですね、チャンネル登録してくださった際にはですね、登録済みという文字の右側にあるベルマークボタンですね、そちらの通知をすべてにしていただけますと、最新更新情報などをですね、リアルタイムで取得していただけます。よろしければお願いします。それでは本日もよろしくお願いします。はい えー、本日のテーマですけども特撮になります、えー、サムネイルの方でね、あのー、お示しできたかと思いますけど、まあ、こちらですねはいえー、<laughs> 村枝健一さんという方が連載されております「えー、新仮面ライダースピリッツ」というね、えーまあ、漫画ですね、はいまあ、仮面ライダースピリッツでいいと思うんですけどもねでそのお関連グッズということで えー、コレクションボックスだったかな、えー、すみません、ちょっと言葉が違うかもしれませんが、えー、その、あ、えー、コレクターズアイテムだったかなはい、えー、その中にですね、えー、いろいろ、まあ、グッズが入ってまして、えー、ポストカードとかね、それからボトルキャップとかね、で、その中にこのライダーカード、昔の70年代に流行りましたライダーカードを、まあ、この仮面,ララ仮面ライダースピリッツ用に 復刻ししたたカードというのが、えーまあ、入っておりましたでそれをこれまで3回ですかね、えー、分割してお伝えしてきたんですけど一応今回で、えー、最後ということで、えー、第25番から、えー、最終の32番まで一気にいきたいと思います、えー、基本的には各ライダーのこうポートレート的な何、えー、て言うんですかね、えー、絵柄図柄になります では、はきますね。はい、で、えー、1枚目ですが、えー、今ねお,お見せしましたこちらですねはい、えー、こちらが「新1号ライダー」になりますねうんかっこいいですよねでちょっと裏ね読んでいきますねえー、25番「戦え仮面ライダー」「正義の戦士ライダーの勇士だ」 ライダーはショッカーによって作り出された改造人間だが、心だけはショッカーのものではなかった。熱い血を流れる人間の心だ。地球のこの青い空を、この青い海、そして緑の大地をライダーは人の正義のために、人の平和のために懸命に守ろうとしているのだ。君もライダーのように悪を許さぬ心をいつまでも持ち続けていよう。うね。はい。うーん、いかにもこのライダーらしい。 コメントですよね。はい。どんどんいきますね。はい。2枚目ですね。はい。こちら。こちらもね、かっこいいですよね。えー、シン2号と、えー、V3 ですね。この立ち姿のかっこよさですよね。で、こちらが、こうですね。えー、26番。ピンチは任せろ。他のライダー、あーごめんなさい。他の仮面ライダーが、 ピンチになった時真っ先に応援に駆けつけてくれるのはどのライダーだったか覚えているかいそう2号と V3 だそれは2人が誰よりも仲間思いだからなんだもちろん日本に本当の危機が迫った時は世界各地で活躍しているライダーたちも必ず帰ってきてくれるぞっていうねうーんいいですよねはい で、これね、おそらくこうつながってるのかなと思うんですけど、ちょっと,ちょっとずれるかなちょっとずれてますかね。はい。まあまあまあね。1号、2号、V3 と。そして、V3 といえばこの男ですよね。はい。ライダーマンですね。うーん。ね。独特のこのスタイル。かっこいいんですよね。 で、えー、27番これがロープアームだ突然海の中から飛び出してきた鎧元帥ライダーマンにじりじりと詰め寄るライダーマンは素早く右手をロープアームに変え近くにある白の木にカギ爪を飛ばす鎧元帥の爪が打ち下ろされたがそこにライダーマンはもういないぎゅー巻き取られたロープがライダーマンの体を移動させたのだっていうね まあライダーマンのこの右手のオプションというとやっぱりこのロープアームが有名ですかね。はい。ね。ということでね。はい、ライダーマンでした。まあ別名、仮面ライダー4号ですよね。そして続きまして。はい。えー、私の推しですね。えー、仮面ライダー X。X のね、この待てというこのポーズはもう決めポーズですよね。 まあ地味な印象のある X ライダーと言われますけどもね、私は好きなんですよね。はい。えー、28番。X ライダー戦いのポーズ。行くぞ、ゴッドの怪人たち。ライドルホイップを二度振り下ろして、X の文字を描き、開いた左手を前に突き出す。これが X ライダーの戦いのポーズだ。この姿勢に敵は震え上がる。 開いた左手には怪人の悪だくみをストップさせる意味がこもっている新しい悪魔の軍団の悪だくみもストップさせてみせるとねうーん最高ですよねはいうん、まあ、通称「仮面ライダー5号」ですねそしてアマゾンですねこの まあ私はあのレオ推しですけどね、ウルトラマンレオ推しですけども、ライダーではこのアマゾンの造形っていうのはね、レオ同様というかね、奇跡の造形と思ってます。こんなバランスのいい造形。ね、すごいですね。もうなんか異形のものですけど、かっこいいんですよね。このかっこよさ。で、ギギ,ギの腕はですかね。はい。29番。 姿を現せ悪の使者。ザワザワ林の中を歩いていたアマゾンは不思議なこの音に立ち止まった怪しい音だ出てこいアマゾンは素早く戦闘のポーズをとったこのポーズは敵がどこから現れようとすぐ攻撃に移れるのだガギギギギギギ。やしい鳴き声が聞こえてきたそれはアマゾンの足元から聞こえる怪人はアマゾンの立っている地面の下から襲おうとしているのだ 気をつけろ、アマゾン。い,ね、いいですね。またこの背景の色合いがいいですね、はい。通称仮面ライダー6号ですね。そして、はい、こちら。はい、えー。栄光の7人ライダーの最後を締めくくる7人目のライダーですね。ストロンガー。ねいいですよね。この右手をふっとこうね、振り上げるポーズ。 これも独特ですね。そして大きな S の文字。うん。30番。ストロンガーの誓い。いいか、悪人ども。よく聞け。仮面ライダーストロンガーは、お前たちに負けはしない。いや、死んだユリコとの約束のため、負けるわけにはいかないのだ。お前たちが2倍の力を持ったら、ストロンガーは3倍の電気技で、悪と戦う。ストロンガーは最後まで戦うぞ。っていうね。ユリコ、ね。三崎ユリコですよね。 電波人間タックルまあそのね関係性がまたいいんですよね。はい。うん。さあここで7人ライダーが終わってそこからまた新シリーズというかね新たなライダーが誕生したんでしたよね。えー、その名はということですけども、まあ、ご存知ですよね。はい。ストロンガーですね。あ失礼しました。<laughs> 間違えました、えー。スカイライダーですね。 まあ仮面ライダーという名前で、えー、通称がスカイライダーになってますかねはい,いあここですね31番「なぜ体の色が変わったの?」スカイライダーはなぜ体の色が変わったのだろう君はなぜか知っているそれは7人ライダーの友情の大特訓を乗り越えて強くなったからだ99の必殺技を身につけたのも のの特訓のおかげだ新しい悪魔の軍団との戦いも任せたぞ。ですね。先輩ライダーたちに鍛えられるんですよね。はい。まあ、こういうやっぱり特訓があって強くなるとかね、パワーアップするっていうのがね、やっぱりこの昭和のね、かっこいい描き方なんですよね。はい。空を飛ぶライダーですね。スカイライダーでした。さあ、そして最後のカードになります。 32枚目ですね。はい、こちらです、ね。スーパーワンですね。スーパーワンというと、やっぱりこの目ですよね。独特のこの形、ね。これがまたかっこいいんですよね。今またね、YouTube で、えー、やってますよね、配信で。懐かしいですよね。32番、もうお前を許さない。俺は憲法家である前にサイボーグスーパーワンとして生まれた人の 夢のために生まれたこの拳この命はそのためのものだついにスーパーワンは起こった目の前の怪人はより強い憲法家になるために改造人間になったのだ自分の野望のために憲法を悪用するのをスーパーワンは許さない赤心少林剣は人の夢のために振るうのだいいですね赤心少林剣ね持ち味ですよねファイブハンドとかねはい ということで、えー、全32枚、えー、まあ、時間がかかりましたけども、なんとかすべてご紹介することができました。ということですけども、えー、いかがでしたでしょうか。あのー、この漫画ですけども、とにかくこのストーリーはさることながらですね、もうイラストが素晴らしくかっこいいので、本当にこんな絵が描けたらいいなと、<laughs> すぐ関西弁出ましたね、えー、こんな、えー、絵が描けたらいいなと、 思う,う,う,う、今日この頃ってやつですね。はい。本当にかっこいいです。うーん。やっぱりこういうのもセンスなのかなと思うんですけどね。まあでも、努力とセンスなんだと思うんですけどね。はい。いつか書いて,書いてみたいなと思っております。はい。えー、ちょっといろいろ詰まり詰まりでしたけども、えー、これで、ライダーカード全32枚、えー、仮面ダースライダースピリッツバージョンですね。終えー、いたいと思います。 はい、えー、本日もご視聴ありがとうございました。この動画気に入っていただけましたら、いいねボタン。また、チャンネル登録、継続視聴。お知り合いの方にお伝えいただけましたら、幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。